やっほー、12時まで配信するね。でもちょっとラジオの告知もしたい。ちょっとなんかボサボサになっちゃった。でもうん、お嬉しい。そう、うたこんありがとうございました。やったやった。そうなんですよ、生放送めっちゃ緊張した見たよ、ありがとう。いやなんかみんなの応援とか実況ポストがめちゃめちゃ嬉しくて、たくさん映ってた、嬉しいありがとう、見てくれて。推ししか勝たん、かわいい。なにこれ、ラビン、ラビンしか勝たん。なにこれ、なんか推しメンギフトみたいな。なにこれ、うちはラビアン笑顔守ってね。待って待って、なにこれ、チュチュしてしないんですけどももちーどっちやねん、まさと。なにこれ、おもろいファンサショールームになっちゃうおもろい。ふみやん、いつかやめちゃうかもふな、ありがくません、ありがとう。なに、嘘だよ、嘘だよ。親に紹介、さややん紹介した。え、嬉しいありがとう。なんて言ってたそうなんですよ、なんか NHK、 いや本当にあの出演させていただけて本当に嬉しくて、なんかもうあの場所にノイミーが一緒に出演させていただけることって本当にすごいことで、もう超緊張した。なんかテレビで見てる歌子をもともとめっちゃ見てて、番組見させていただいてたので、え、もうなんかもうテレビで見る感じじゃんみたいな え、そうなの、セットもすごくて、そう、 NHK ホールはこの間のニュージェネに出演させていただいたぶりだったんですけど、そう、でもなんかまた違った感じで、いやもう生演奏もすごかったね。ねえねえねえ、そう、IKKOさんまたお会いできて嬉しかったですねえ、うん、足きれいって言ってた、やった、そう、一番可愛いって言ってた、嬉しい、いっぱい可愛いって褒めてくれてありがとう。ウインクできた。かわいいのやつ。わーい。めっちゃ緊張したけど楽しかったです。なんかそのフォーチュンクッキー出演させていただくっていうのはずっと言ってたんですけど、告知でも。そう、でもあの、どうにも止まらないもん、一緒に踊らせていただいて、え、もうめっちゃ緊張したそう、まさかまさかでしょ。そう、いや本当に光栄でした。魚卵しか勝たん。そうなの、キリキリだった、よかった。そう、なんか個人的にこうなんか歌番組でアイドルがなんかこうバックでダンサーさせていただくみたいなのすごいたくさん見てきて、それこそ NHK とかですごい憧れてたんですよ実はでもまさか自分が
やらせていただける日が来るなんてすごい嬉しい。また目標というか叶いました。なんかもう思い出ですね、後ろでいっぱい応援もさせていただいて、そう、うん、ありがとう。いや、あのね、緊張したな。でも楽しかった、超あっという間で。カシオレしかかったん、そう、本当にあっという間だった。うん、いろんな歌番組とかテレビとか出演させていただけるように頑張るね。頑張るから応援して、応援してくれたら嬉しいでもいっぱい SNS も盛り上げてくれてありがとうだし、会場に来てくれた方もありがとうだし、うん、ね、やっぱ地上波出演させていただけるのって特別嬉しいですよね。すごい、うたコン、うん、友達が悩み出てるって、嬉しい。え、そう、でもなんか友達から LINE 来て見たよって、うたコン見たよって嬉しい。うん、友達にも布教してみんな見てくれた、やったやった、ななかちゃん、ななかちゃんしか勝たん。そう、でもやっぱなんか会場もだし、なんかあの今日の NHK だし、今日のなんか「うたコン」の感じがなんかになんか似てるっていうのは違うけど、すごいなんかなんだろうな、もともと目標だけど、めっちゃ紅白いつかやっぱり出たいなって思って、めっちゃもう大きな夢だけどね。そんな話メンバーもしたともしたの、頑張ろうねって頑張る。うん、いつかね、感じたよね今日の番組さんの感じ、セットとかね、出演者さんも共演させていただいた皆さんも、もう豪華すぎて、そう、ずっとついてくる、ありがとう、可愛かった、嬉しい。でみんなが可愛かったって言ってくれたり、なんかいっぱい褒めてくれたり、ポストしてくれたり、細かいとこまで見てくれたり、そういうのすごい全部自信につながるから、今日も不安だったけど、なんか終わった後にこうみんなの一人一人の方のなんか感想の投稿とか見て、まあよかったってほっとしたの。なんかもうみんなの存在ってめちゃめちゃ大きいなって、うん、思った。うん、タイムに特策だった、うん、ありがとう、嬉しいな。ラスラスの髪型すごい似合ってる。え、本当？やっぱみたらし、やっぱさ、みたらしにさ、いっぱい髪飾りさ散らしてるの超可愛いよね。それもお気に入り。ね、可愛いよね。今日はね、カラコンが違うんですよ。なんかいつも使ってるやつと違うやつ使ってて、なんか変えるか迷ったんだけど、なんか朝からこれつけてて、なんか変えるか迷ったんだけど、なんかこのままでいいよみたいなメンバーが今日楽屋の
お隣さんの席、おみるちゃんとなっちゃん、あとななかも近かったんだけど、そう、このままでいいよって可愛いって言ってくれて、これで出たちょっと色素薄い感じでした。そう、何のカラコンだっけな、でも乱視用があるカラコンで、そうなの、ちょっと調べる。9点で買ったんだよね。なんか可愛いよね。そう、また買おう。購入履歴とかから見れるのかな。購入履歴とかから見れるのかな。お気に入り、最近見た項目、待ってない、ないとか言って、うん、とか言って、あ、これだ。ミムコ卵子用で、これ卵子用じゃないのも絶対言ってる。ブラウン、ブラウンフォンデュってやつだ、今日のやつ。かわいいよね、色素薄くなる。そうなの？みんな使ってるんだ。そう、おすすめ。さやの目になれる。うん、そう、卵子用本当に少なくて、本当に少なくて困ってる。すごい、なんか嘘だよ。これ嘘だよ。無料のギフトなの？すごい。嘘だよ。何の嘘だよなんだろう。ふみやんかな、タワー。ありがとう。うん、いつもトパーズ、だいたいストロベリークォーツ、あとはデートトパーズも好き、あとはなんか黒コンもね、廃盤になっちゃった黒コンライブで使ってます。そう、エイプリルフールのやつ、なるほどね。嘘だよってことか。なるほどね。結局エイプリルフール全然嘘つかなかった。昨日だよね。そう、リハして、そう、リハレッスン、リハしてメンバーとご飯食べて何気ない一日というか、楽しい日ね。うん、ちーたんがさややの最近のエピ、スリッパでスケートのようにそう、家あれ広いと狼の MV、 あれいつスケート しちゃうよくガチータン、そう、かわいいよね。お誕生日おめでとうなの、もう大好き本当に大好き本当に。うん、当日嬉しかった。誕生日みんなでお祝いもできたし、本当に可愛くて、知ってるか写真もの何載せるか迷っちゃった。うん、さえちゃんが投稿した通信全部可愛かったでしょ、やっぱ愛ですこれが愛の力二十歳やばいよね。サリーちゃん、これ何、なん、俺の嫁やばいや俺の嫁ではない
嫁ってことは結婚ってことなので、ごめんね。何なのこれ、おもしれやばい、ふみやん、おもしれ女です。おもしれ女ってギフトあんの、やばいね。いっぱいさやと、まあ、萌えちゃんとかね、あ、配信あんまりしないけど投げたくなっちゃいますねこれは。なんかいつかのさラジオで面白い女になりたいってなんか一生言ってたよね、2人で大阪行かせていただいた時か、生きがい。まあまあ生きがい、ありがとう、嬉しい。何それ今のギフト、やばい、面白い女、やばい、面白い女さんになりたい。さよお姉さんのチョイス完璧、やったー、来たね、かわいい、本当に信じられない、ハッチなのねー、うん。今日いっぱい思い出たくさん、そちーたんはおみるちゃんもだけど、そちおみるの二人はなんかすごい、なんか行動、さやちゃんの行動がツボってよく言われる、そしなんかかわいい二人にかわいいってよく言われるんですよ。ね、嬉しいよね。うん。さややんがちっちーたんと初めて会った時はさややんが19歳だったよ。抜かされた。うん。軟骨ピアス？軟骨ピアス、ファーストピアスでもずっとつけてたかも。うん、そうなのよ。え、そう、あのピアアリーナに、そうなのね、えびっくりしたでしょ、また5月のさイベント増えた、そう、対バン、イコラブさんとニアジュイちゃんと対バンってすごいよね、楽しみ、めちゃめちゃ嬉しいです。なんかなかなかやっぱイコラブさんとニヤジョイちゃんと会える機会、お会いできる機会って本当にないので、嬉しい、楽しみだな、ツアー中、うんね、めっちゃ平日の昼間だよね、そうだよね、もし来れるよって方いたら、うん。5月みんな元気に、あの一緒にいようね。ねえ、亀戸籍って何？台湾亀戸籍あるのやばくない？体調に気をつけてね。うん、ありがとうね、本当に頑張ります。うん、亀戸籍やばい、応募してよ、ありがとう、みんな有給なくなっちゃうねえ、もう有給は大切に。確かに配信どうなんだろうね、マジで楽しみ、わーい、5月ね、いっぱいあるから、もし来れる時に来てください、ぜひ、お待ちしてます。逆にでもまあ対面あるけど、オンラインは1回しかないかな、5月は少ないよね。あ、ありがとう、ゆきちゃん、ナミユさん、えらい、ありがとう、嬉しい、さやがよしよししてしまった。めいちゃん、ありがとう、まさや、ありがとうね、え、オンラインは行く、ありがとう、ライブ最高の鬼滅を見まぶしたので全通、え、嬉しい、ありがとう、やったやった、調整が大変、そうだよね。
ちゃんに会う時しかゆみちゃん使ってない。やばい、嬉しいなそれ。ゆみちゃんしか勝たん。ゆみちゃんありがとう。うんね、楽しみ、ツアー楽しみだよ。みんな来てくれる？東京から始まるよ。めいちゃん最高ありがとう、最高めいちゃん最高。うん、もう今月だよ、本当にやばいよ。なんかさ、1ヶ月っていろんなことあるじゃん。これこの間も言ったけど、もうさ、年明けてから本当に濃くて、毎月3ヶ月、特に2月とか3月とか本当に濃くて、だからあ、きっと4月も5月もいろんなことがあるんだろうなって思うから楽しみだね。うん、おやった、熊本来てくれるの初めて行く、嬉しい。さやちゃん4連番嬉しい。仲良しさん、4月は服装迷うよね。初タピキング、お最高。うん、気合入れて妖怪来てね嬉しいよ。ビブス買うか迷ってる。誰の？さやの？ぜひ。ビブスは充電がないかもなんかさ、充電器をちょっとさせる、充電器が全然届かなくて、結構あーれーって感じなんですけど、もし充電切れちゃったらやばいから先にタワー書こう。12時まで持つか分かんない。今日ラジオノイステもだし、あとノイミーゴも明日の朝あるから、よろしくお願いします。なんか iPad の充電全然たまるの遅いし、なんかのに消費が早くて、うん。せいやのお顔がお人形さん並みに可愛いと、え、嬉しい。お人形さんになりたいの話題になりました、やばうん、停電ロックモード、確かにバッテリー寿命来てるかな高速充電器してるんだけどな、なんでだろう、悲しい。タワー書こう。早さごみに入会して2週間。お、いいね。もうちょっとね。お、桜撮影してよ。やったー。なんかアルバムってやっぱ桜似合うよね。桜咲いてるね最近。嬉しい。連れ回していろんなところに、さやのこと。ふみやありがとう。今日は2004月2日。ねえ、さよす楽しみ、早くみんなに届け。うん、じゃん、ふみやんありがとう、ありがたわ。今日見ててくれたかなふみやん、おさやのチーターにタワーん投げてきたから、あ、そうなのありがとう。さやのとこにも何気ない、さやにとってはね、まあチーターの誕生日なんか特別な日だけど、そう、そんな日にもくれてありがとう。いつもねリップとか嬉しくて励みになってる。今日も頑張れたよ、ありがとうね。やったまたね、次お話できるの楽しみ。キャッ。バイ。
ありがとう。初恋缶バッグ、あ、嬉しい。初恋缶バッグはグッズ、そうだよね、みんな届いてる。制服さや、あ、ポップエルネオも発売されて、初恋缶バッグの制服着てるんですよ。嬉しい、本当に。あの制服大好き。なんかもう MV 終わったらもう着れなくなっちゃうのかなって思ってたら、グッズの撮影だったりとか、グッズの撮影だったりとか、あと5周年の映像とか、この間のトップエルネオもだし、なんか意外とたくさん着させていただける機会多くて、超可愛いよね、あの制服。さやも好きなんだよね。そう、桜咲く、笑顔守ってね。プラスしか勝たん、ありがとう。うん、ダコンたくさん映ってた。嬉しい。確かにオフショルニットなくすとまだだね。お、初恋缶バッグですね。今年卒業式の写真撮るの決めてる。やった、楽しみにしてるね。来年ツアー初日の髪型決まってない、まだ決まってない。うん、なんだろうなんだろうとか言って、さやがそう髪型、あ、そう髪型のことは、そう前もね言ったことあるかもしれないんですけど、なんかなんだろう、みんながねこの髪型が好きとか、この髪型が見たいとか言ってくれるんだけど、それすごい嬉しくて、なんか意見くれるのとかもありがとうって感じなんだけど、そう、まあ髪色とかもそっか。でも髪色と同じで髪型も基本的になんだろうな、気分さやの好きな時に好きな髪型やってるから、さやがこんな髪型しなかったからなんか私のこと僕のこと嫌いなんだとか、そういう風に思わないでほしいなっていうのはいつも思ってますなんかだし、なんだろうな、言い方難しいし、変に捉えられてしまったらちょっとそれも寂しいんですけど、なんだろう、みんな一人一人大切で特別で、それもなんだろう、みんなが好きとか好きな髪型とかあるのとかもめちゃくちゃ嬉しいから、なんかみんなのためにやってるから誰かへ、さやがこの髪型したから誰々のためなんだとか、そういう風にマイナスにっていう言い方は違うかもだけど、そういうのじゃないよって届いたらいいなって思う。もう気分さやのうん、めっちゃ考えちゃうよ。うん、だからうん、この髪型したいとか、あ、してほしいとか、見たいとか、髪明るくしないのとか、ハイトーンの方が好きとか、いろんな意見いただくんですけど、だからさやがそれをしないからといって、うん、そう嫌われたんだとか絶対思わないでね。うん、いろんな髪型してる。
うん、うん、うさやは、まあ、お気に入りはもうみんなも知ってると思うけど、ハーフツインとアミタラシとねじりハーフツインが好きだからそうなんですよね、高確率できっと見れるから、その髪型が好きだよって方はラッキーラッキーって。ポニーテールはちょっと激レアですね、うん、フミヤン守ってね。うん、桜咲くバーイ。お、桜咲く笑顔を守ってね、いっぱいありがとう。え、でも、え、でも逆になんかもうなんかめっちゃアピールしてくれる方とかめっちゃアピールしてくれる方っていうのが言い方あれだけど、なんだろう、普段こう話し会とか来てくれたりとかしてこう交流、さやとの時間をなんか作ってくれる方とかだと、なんだろう、やっぱ一緒にいる過ごしてくれる時間とかも長いから、そう、さやのことも知ってもらったり、みんなのことも知れたりとかする時間だからさ、そういう二人きりで話せる時間って、そういう時とかになんか髪型の話とか見た目の話とかそういうのしてくれた時に、だからこの応援してくださる方はこの髪型が好きなんだろうなとか、この髪色が好きだよなとか思ったりとかするの。だからなんかそういうのも分かってるから分かってる方は、そうだから、なんかもしさやがその髪型したとしたら、よっしゃ、俺のために私のためにしたんだって、もうそれぐらいの気持ちで受け取ってうん、それでいてほしい、うん。え、でも、え、本当に結構本気で超絶ヒロインの歌詞めっちゃ刺さってて、あなたのために可愛くなる、だからなんか自分のためでもあるけど、本当にね、アイドルじゃなかったら多分さやもっとなんかボサボサだとボサボサだったと思うって言い方だけどそうだからさ、え、なんかボサボサっていうか、なんかこんなに高頻度で美容院とか絶対行ってないし、なんかネイルとかもなんかこんな頻繁に多分変えてないと思うしとかは思うな、うん。ね、だからツアーでもいろんな姿そう見ていただけますように、いろいろしたいですね、会場いっぱいあるし、うん、かわいいのゴール、え、ないよ絶対に。そう、でも指原さんがあのみんなにメッセージ書いてくださったインタビューで、さやは今が一番可愛いって書いてくださって、すごい嬉しかった。うん、嬉しい、とっても嬉しいエピソード泣けた、嬉しい、さやお姉さんでしょ
がとう。ねえ、ずっと先生のこと大好きだからね。待ってるね。なんかお話し会の話したけどさ、一応というか明日の13時まで受け付けてるよね。さ、昨日の夜か今日の朝かにリツイートさせていただいたんですけど、それこそ4月20日の、ちょ何回も言っちゃうんだけど、4月20日はメイド服着るって決めてて、その日の締め切り多分明日の13時までだから、4月に最後に話せる機会。え、今日まで？じゃあダメだったありがとう、教えてくれて。うん、ダメでした。また機会があったら5月来て。5月1回しかないから。お支払い見に来てた？お支払いして、お支払いしてねうん、お、ありがとう、楽しみにしてるよ。しっかり支払った？嬉しい。5月はね、1回しかお話しできる機会オンラインないから配信また即します。えらい、一部当選した、やった。あ、ありがとう。ロマンスしか勝たん。めいちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。テレビ電話しよう5月も楽しみだよ。4月も楽しみだし、歌コンもありがとう。もう本当に今日まで結構本当にそわそわしてたので、乗り越えた楽しかったです。うん、ありがとう。まずでゆっくり見よう。さやなん超可愛かったね、本当に嬉しい。ペンライト、そうペンライトめっちゃ振った。うん、のみちゃんすごい、やった、元気いっぱいで盛り上げさせていただきました、ありがとうございます。うん、うん、ありがとう。わ、チータンから来たような方めっちゃいらっしゃる。チータンの配信が終わったってこと？チーサヤ長谷、長谷ちゃん、長谷ちゃんですチタン、なんかそうチータンが話してたかもしれないんだけど、今日ねみんなでみんなでチータンこうやって円みたいな、なんかトンネル作ってトンネルの先にケーキやってお誕生日を応援するっていうサプライズ楽しかったかわいい。そうだよ、なんか誰かスタッフさんとかもそうなんだけど、メンバーが誕生日の時とかってケーキ用意して、で音楽もかけて、そう今日はトンネル作ったチータンに、そうお祝い、楽しかった。うん、え、その話してなかった？本当？うん、仲良し、仲良しだよ、だって5年も一緒にいますから。うん、スリッパの動画があるのは知ってる
さやがスリッパでスケートしてる動画でしょ、ちーたんのフォルダーに入ってるから。そうだよ、すいすいさやちゃん。ちーたん多分意外とさやの写真とか動画いっぱい持ってる気がする。不思議な動きの。あ、ゆりな、バルーンありがとう。ふせんふせん。そやもちーたんの写真いっぱい持ってる。スクショタイムしよう。タコンありがとうございました。月刊エンタメさんでこんな顔のシーンがあったの。そう、月刊エンタメさん見てほしいです。ぜひドライブデート特別版とかもあってノイミーちゃんだらけな。じゃあランキング言います。10位ラミー、12位ナミユサ、11位カシオレ、10位ギョラン、9位ラビー、8位レン、7位ナナカちゃん、6位マイチャ、5位サクラサク、4位カワケン、3位プラス、2位メイちゃん、そして1位フミヤン。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。待って、ラジオの告知ちょっと一旦リツイートしてできなかった、ごめんなさい。もう充電もないし、でも充電切れなかった。一点両方リツイートして明日の朝告知するね。ごめんね、本当に。いいめめめ、明日の明日改めてする。ごめんね、ありがとう、配信見てくれて。またタイミングでやります。4月もどうぞよろしくお願いします。ノイステとノイミー号もよろしくね。ありがとう。明日雨なの。元気に過ごそうね。歌子お疲れ様でした。ありがとう、見てくれてありがとう。またテレビ歌番組出演させていただけるように頑張ります。これからも応援してくれると嬉しい。うん。ヤンが好きだ、やったー。ずっとついてきてね、任せたよ。歌子見てありがとう。ではでは、おやすみー。ありがとう。